鳩山総理大臣は普天間基地の移設先の政府案取りまとめについて、1日2日ずれることは大きな話ではないと、今月中にはこだわらない考えを重ねて示しました。3月中にまとめたいというのは、5月に政府として沖縄をはじめ国民の皆さんに理解をいただき、さらにはアメリカの理解もいただく案として、認めをいただくには、だいたいこのぐらいが目安だなと。1日2日数日ずれることが何も大きな話ではなくて、当初は今月中にも政府案をまとめたいとしていましたが、後退した形です。その上で鳩山総理は、5月末にしっかりとしたものを皆さんに見ていただくために努力をしていると強調しました。